はい、どうもこんにちは。京都 GS150 です。今日はですね、こちら、FRC ファーストコムの、デジタル簡易無線 FC-D301 ですね。こちらのレビューちょっとしたいと思います。こちらね、非常にシンプルで簡単なデジタル簡易無線で、しかも最大の特徴はお値段が安いと。実売価格で2万円前後ですかね。非常に安く買えます。でね、これね、カラー液晶なんですよね。わかるかな、映りますかね。はい、こんな感じでね、カラー液晶でね。で、これチャンネルボタンでしょ。ね。で、これボリューム。もうボリュームダイレクトにつまみなんで、非常にわかりやすい。で、これ回し切ると、電源切れますと。いう感じでね、裏バッテリーバッグでね、これ押せば開くかな。よいしょ。はい、こんな感じでね、開きますね。非常にシンプルでいいと思います。よいしょ。はい、じゃあ今日ね、こちらレビューします。まず電源入れますね。はい、でね、ちょっと起動はね、待ちますね。はい、待ちましたと。で、決定ボタンでメニュー、簡易メニューっていうのが呼び出されます。こんな感じですね。一括ユーザーコード、日は、上空、送信出力、自動液晶オフ、ロックオンですね。で、まあ我々関係あるのは秘話コード、あ、これね、よいしょ、16チャンネルにして秘話でオンオフなんですよね。じゃあ秘話コードのコードどうやって決めるのっていうのはですね、拡張メニューに入らないといけないんですけど、一度電源を切って決定ボタンを押しながら電源オン、こうするとね、拡張メニューに入れるんですね。で、ここにまた全然違うメニューがあって、こんな感じなんですよね。一括秘話鍵っていうのがあるじゃないですか。ここでもおなじみの、27144をね、設定してあります。ああ、ミスった。これ PTT で戻るかな。あれ、戻らないな。戻る、消えちゃった。入れ方よいしょ。127決定、1決定、1234決定、1決定。はい、これで設定完了ですね。で、ここにね、例えば S メーターとかってね、今オンになってますね。あとは日付とかね、こうやって入れます。で、これ最初に買った時というか、まあ分かんなくなったら、この全初期か拡張全初期かをやってください。そしたらサラピンになるんで、さっきの秘話だけやればいいと思うんですけど、秘話と、あとまあ時計かな、秘話と時計の設定だけしていいと思います。一回電源切りますね。で、これで再度電源入れますと。ちょっと待ちますね。で、決定でメニュー出して、秘話機能をここでね、オンオフできると。で、これ S メーターも出るんですけど、受信の時しか出ないんで、今出ないですね。で、送信出力設定が変えられるんで、これ4番ですね。これ今 5W? 何番だったかな、ちょっと待ってくださいね。5W、2.5W、1W、0.25W ですね。5、2.5、1、0.25 の4段階で出力が変えられますんで、QRPP もね、楽しめるということですね。はい、戻ります。で、今自動電源を、自動液晶が10秒になってますね。これちょっと短いな、60秒にしておきましょう。はい、でも録音機能とかもついてるんですけどね。はい、まあこんな感じでね、特に難しいことはないですね。で、サイドにね、 PTT とあとボタン2個あります。サイド1、こっちですね。こっちのスイッチは上の方ね、セカンドトークチャンネルが設定されている場合はセカンドトークチャンネルで送信と。で、サイド2はモニターオンオフなんですよね。あとね、キーロックは決定キー長押しですね。これでロックになりましたね。はい、もう一回長押しで解除となりますね。はい、こんなところですね。特に説明することないです。で、よく聞かれるのが、このファーストコムはね、お値段お安いですけど、どうですかと、いいですかと。で、東京はアルインコの DPS70 を使ってるんですけど、
あれ車載用にして家ではこれずっと使ってますが、まあだからメイン機実質これなんですけど、家でですね外部アンテナつないで置いてる分には何の不満もないです、何の問題もないです。でさっき見たみたいにちょっと起動がね若干時間かかるなとかそういうのはありますけど、まあ、外部アンテナつけてワッチしてる分には特に問題ないし、でこれ普通にね更新もできてます。で当局は外部マイク使わずにそのままこれで喋ってますね。はい。で外部マイク注意しないといけないらしいんですけど、純正品以外には使わない方がいいみたいです。なんかショートして壊しちゃうらしいんで、ネジの感じはね、まあ、某 A 社とかと同じっぽいんですよ、 K 社とかのね。ただ壊すらしいんで、もし外部マイクつける人は純正品にしましょうというふうにいろんな人から聞いております。はい、こんなところかな。はい、これね、まあ、安い2万円ぐらいですよね。だ最初に、デジカン始めるには DCR1 台目としてはいいかもしれないですね。はい、ぜひともね、ご活用くださいという感じでございます。ね、ちょっとね今日はあんまり深入りできてないんで、こちらについてね質問とかありましたらコメント欄の方に、これこういうのどうなのとか、あと忘れてない、はい、ここにマイクロ USB ありますね。これで、メモリ吸ったり給電したりできますね。はい、じゃあもう一回ね、こちらね今日さらっとレビューしましたけど、アルインゴと比べてどうなのとかね、ここはどうなってんのとか、こういうことを実験しろとかねいうのありましたらコメント欄にどんどん書いてください。できる範囲でね対応していきますね。で、まあ、今日はこんなところかな。はい、この動画ね参考になったら、高評価、ボタン、それからねチャンネル登録よろしくお願いします。でまたねツイッターとか、LINE 公式アカウントやってますんでね、よかったらそちらも、チェックしてください。詳細は概要欄にね書いてあります。あとね、また他のねライセンスフリー無線もどんどんやっていきますんでね、アマチュア無線以外のネタについても、いろいろ聞いてください。じゃあ今日こんなところで終わっておきましょうかね。それでは楽しい無線ライフを、以上京都 GS150 でした。バイバイ。